江戸川メディアラボがお届けします。チャンネル登録よろしくね。はい、どうもご視聴ありがとうございます。今回はですね、韓国のサムスンの話題でございます。米国サムスンの凋落が止まらない、13年ぶりにスマホが陥落。最近こういう記事がよく出てきますよね。サムスンがね、ちょっとこの前は何でしたっけ、アフリカで唯一シェアが下がったっていう話題お届けしたと思うんですけども、それではですね、こちら記事の方を見ていきましょう。くーちゃんお願いします。アップルが昨年のスマートフォン出荷台数ランキングで初めて1位になった。2011年から首位だったサムスン電子はアップルにその座を明け渡すことになった。市場調査会社 IDC リサーチが16日に発表したところによると、出荷台数を基準とする世界のスマートフォン市場占有率でアップルは2023年に前年比 1.3 ポイントアップの 20.1% を記録してトップに躍り出たとのことだ。サムスン電子は2022年に 21.7% で1位だったが、2023年は 19.4% で2位に順位を下げた。以下、シャオミ 12.5%、オッポ 8.8%、トランシオン 8.1% などだった。アフリカのアップルは上位3社の中で唯一前年比で出荷台数が増えた。昨年はスマートフォン出荷台数全体が減少 3.2% 減したが、その中でアップルは 3.7% 増加した。一方サムスンは前年より 13.6% 減り、2011年以降初めて2位に下がった。 IDC リサーチディレクターのナビラ・ポパル氏は、アップルは最大市場である C 国において規制問題やファーウェイという新たなライバルがあったのにもかかわらず1位になったと語り、攻撃的な保証販売方針や無利子分割払いプログラムなどによりアップルのプレミアム製品販売が増えたためと分析されている。IDC のライアン・レイス副社長は、スマートフォン市場の上位圏順位の全般的な変化は、市場内の競争がより一層激しくなっていることを示していると話しました。サムスンは前年より 13.6% 減って、すごい減りようだね。はい、ということで、トランシオン、前回もちょっとお話しましたけど、アフリカのスマホ王って言われてるメーカーで、まあ中国メーカーですけど、結構アフリカで受けてるらしいですよね。はい、じゃあですね、こちらに対して米国の反応いってみましょう。はい、じゃあですね、それでは1人目、ポン。アップル2023年年間売上500兆、サムスン260兆。アップル2023年営業利益150兆、サムスン6兆。アップルとサムスンを比較するな、比較すること自体が恥ずかしい。02、浅田真央がキムヨナと比較しようとしているのと似てるのかな。サムスンがアップルとどうして比較するんだ。02、どういう意味だよおい。 iPhone はブランド品の携帯、ギャラクシーは庶民の携帯だということ。サムスンのイジェヨンの娘まで iPhone を使うのに。02、普及型が多くて販売量が高いと言われていたサムスンが、わらわら、もうそれもダメだね。01、サムスンはアップルについていくだけなのに、今回出た S24 見てみろ、デザインもアップルについていき確信はなし。12、いよいよサムスンが行くんだね。サムスンが潰れてしまえば老人の国は自然に消滅するだろう。若者は脱出を積極的に考慮した方がいいと思う。12、サムスンの製品は寿命がアップルに比べてとても短いですよね。携帯電話2年使えば止まる、ノートパソコン2年使えばフル金になるが、アップルは5年を使ってもその性能そのままである。23、はい、というね、意見でした。それではですね、こちらに対してチャットの反応いきたいと思い、あ、なんかまだ言いたいことあったみたいです。じゃあね、見てみましょう。こちら1人目、頑張れサムスン27814。文政権の5年間、サムスンをその場で動けなくした分のせいだ。頑張ってください、サムスング175-102。遠くを見るとサムスンが勝つ。アップルは数字が変わるだけで、変わることは一つもない。確信がなければ長続きしないように、サムスンがうまくいくだろう。104-77。米国の子供はみんな iPhone。もどかしい。40。
2017年まではタイでもサムスンがそのように押されなかったが、2017年以後から今まで iPhone がタイを完全に掌握した。サムスンはタイ、インドネシア、マレーシア、シンガポール、ベトナム、カンボジア、ラオスなどの国に携帯電話市場への投資をたくさんしなければならないと思います。2017年以前はサムスンの大型広告版を見ることができましたが、2017年以降サムスンの広告の場に他の製品、日本のソニーもしくは自動車広告もしくは iPhone 広告です。なぜでしょうか。40サムスンの格安フォンもあることを考えると、アップルがすごいね。実際に使ってみたら大したことないのに、サムスンがたくさん頑張らないといけません。ファイト。41そうだよね。サムスン廉価版から上位機種までラインナップがあるのに、それでもアップルに負けるんだからな。品数が豊富なのにね。はい、じゃあですね、チャットの反応いきましょう。はい、それではですね、一人目、上の方からいきますかね。この辺からいこうかな。前からだろ、出荷と売り上げをごっちゃにごまかしてたの。出荷台数だから売れたとは誰も言っていない。両面に折りたためるスマホ出したんだから会社も。自国民すら嫌うのに海外輸出がうまくいくわけないやん。二桁減少はひどいね。2位じゃダメなんですか。ブランド隠さないといけないような会社のもの誰が買うんだよ、わら。スマホが抜かれたのショックだったのに、次の日に半導体まで追い越されたから立ち直れるの、わらわら。自国の子供からさえも嫌われてんだもんな。在庫を積み上げ売上減、負けのスパイラルから抜け出す方法はないな。でも、お前らいつまで経っても比較するのやめようとしないじゃん。余計な機能をつけてもアフリカでは利用価値ないんだろうね。通話さえできればいい唐揚げ。無謀にも日本といろいろ比べてる国だもん。ほんと、怖いもの知らずだな、おい、わら。電池パックがすぐに膨らむサムスンスマホ。サムスン応援するコメも実は iPhone で書いてるんでしょ。顧客満足度が低い理由を理解できているのかね。社員の皆さん、会社が潰れてしまう前にデモスとして給料と退職金箔上げしてもらいましょう。でも漏れなく加熱したり燃えたりするんでしょ。国上げて買わないと、法律にしちゃったらサムスン以外禁止って。はい、ということでね、それではこれで終わりにしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録評価ぜひぜひよろしくお願いいたします。ではまた。最後まで江戸川メディアラボをご視聴いただきありがとうございます。お手すきでしたら、こちらの最新動画と人気動画もおすすめしております。ぜひこちらからチャンネル登録もよろしくお願いします。画面下で評価コメントもぜひお寄せください。動画投稿の通知が欲しい方はチャンネル名の横のベルをご利用ください。それではまたお会いしましょう。ごきげんよう。